久保さん、今回、ゆとりの湯にしましょうか。いや、ゆとりがあると全然違いますね。まあ、散歩しながらも、また動画を撮ってきて、ね。<laughs> 最近ね、朝も撮っちゃって、予約投稿っていう、YouTube、昔予約投稿なかったんですけどね。まあ、YouTube に予約投稿っていう機能がついてきましたんで、楽っすね。<laughs> 本当ありがたいですね。だからもう、一週間後ぐらいのもう今動画撮ってるんですけど、もはや。 一週間後の仕事がもう終わってるっていうね <laughs>。よくわかんないですけど、うん。まあ、あとブログ書いて、ブログ、ブログも今日のやつは予約投稿でも、ブログも予約投稿ありますんで、今日の記事文は昨日書いちゃってるから、明日の分の書いちゃうかな、みたいなね <laughs>。ゆとりがあるとね、もう前倒し前倒しできるんで、いいですね。うん でも、ゆとりがあってもやらない人もいるんで、まあ、それは、ゆとりは破滅になるかもしれないですね。やらなかったら、何もやらなかったら。だら久保さんも最低限のことやっぱやってるんで、お金稼ぐためにね。うん。だから、久保さんが何もゆとりがあります。まあまあ、貯蓄がね、なんか100億円ぐらいあったら、まあやんなくてもいいと思うんですけど、まあ、そこまでは久保さん到達してないと思うんで、まあ、まだ稼,稼がないといけないと、稼がないといけないわけじゃないですか。 だから、まあ、情報発信最低限する、商品最低限売る、FX で最低限、あの、理確するっていうところをやんないと、まあ、ね、生活できないと思うんで。まあ、でもその最低限をこなしておけば、まあ、め、飯食えるし。うん。だから今はもう本当なんか、仕事に対してのやっぱ考え方も変わりましたよね、本当に。 うーん昔と違う。昔やっぱ会社で働いてる時の仕事に対する考え方と今、今に、今、ね、久保さんが言ってましたけど、私もうちょっと売り上げ上げようかな、みたいな。<laughs> まあ今回はいいかな、とか。うーん、なんか、すごくゆとりが出てきましたね。ゆとりがあるからこそ、じゃあもうちょっと売ろうかな、みたいなね。<laughs> この前ももうちょっと売ったんですけどき。昨日か。昨日、土日限定でまた売ったんですけど。 もう売れてましたね。ありがたいことに。うーん。そう。まあだから、ゆとりある、ゆとりの中にも、礼節あり、みたいなね。まあ、礼節とか、ゆとりある生活の中にも、やるべきことをしっかりやるっていう、なんかその、メリハリというか。うーん。ゆとりがあるから、仕事もメリハリがあるというか、まあ、何なんですかね。まあでも、ゆと、 まあ、やらない人も出てきちゃう。まあ、怠けちゃう人もいるので。うん。別に怠けることは悪いことじゃないんだけども、その怠けることで破滅するんだったら、その怠けちゃいけないし。うん。破滅で、破滅しないほどどれだけ怠けても破滅しない、えー、ぐらいの予算があればいいんだけどね。うん。まだ僕はそこに到達してないので、まあ、最低限やるべきことはやり続けます。<laughs> まあ、到達したらわかんないですけど。到達してもまあ、このやりとりはするでしょうけどね。 interesting